このうち町の小学校では避難所となっている体育館の半分を使い卒業式が行われました。式に臨んだ6年生8人のうち7人は地震のあと輪島市の外へと避難。利根力斗君は先月から野々市市の小学校に転校していました。一クラスが40人くらいで、町のは全校で40人くらいだからちょっとびっくりしました。早速友達もできましたが、卒業式は地元で迎えることに。短い間ありがとうございました。中学校行ってもよろしくお願いします。そして今日、利根力斗、はい、おめでとう。ありがとうございます。震災のため離れ離れになった私たちがこうして町の小学校の体育館で卒業式を迎えることができたのも様々な方たちの支援のおかげです。利根君と同様に転校していた児童たちも今日は地元に戻り一緒に学び屋を育ちました。